こんにちは、ギズモード金本です。皆さんガジェットをつなぐために USB-C ケーブル使ってると思うんですけれども、どんなケーブル使ってます？いちいちどんなケーブル使ってるか覚えてる人ってそんないないと思っていて、大体の人は例えばモバイルバッテリーだとか SSD だとかカメラだとかパソコンとかについてた USB-C ケーブルをいろんなガジェットに使い回してると思いますよ。コネクタの形が全部一緒なんで、こう使い回せるのはね、 USB-C めちゃくちゃ便利ですよね。ただね、ここで1点気をつけなきゃいけないことがあって、USB っていろんな規格があって、ケーブルにもコネクターにもね、種類があるんですよ。そのスペックがマッチしてないと、つないだガジェットのスペックをフルに発揮できないケースっていうのが結構あるんですね。そこで今回僕がおすすめするのは、こういう強な USB-C ケーブルを1本持っておくことです。こういうハイスペック系の USB-C ケーブルを1本持っておけば、大体のガジェットのスペックをつなぐだけでフルに引き出すことができるんですよね。僕がこの愛用しているクラブ3のケーブル、まあ2メートルのやつなんですけれども、これはね、5000します。まあ高いなって思いますよね。まあでもね、これはそれなりの価値があるものですので、今日はこのハイエンド USB-C ケーブルの話をしていきますね。それではガジェットコーディネートやっていきましょう。USB-C の規格についてちょっと説明しようかなと思ったんですけれども、 USB-C の規格あまりに複雑化しすぎて、僕もね、正しくは把握してないんですよ。大まかにはですね、スピードと電力、この2つのスペックが性能があると思ってください。電力は一番低いのだと 5W で、一番強いのだと 100W、 さらにその上の 240W、 まあ、本当にちょっとしたガジェットを動かす程度の電力から、ゲーミング PC を動かすまでの電力まで、本当にいろんな電力の規格があるんですね。スピードも本当にピンキリでですね、なんか細いケーブルとかだったら、まあ、せいぜい480Mbps、最新の SSD とかについているすごく速いケーブルとかだと 40Gbps とか、それぐらいのスピードが出るやつまであるんですよ。本当にピンキリなんですね。例えば SSD についているケーブルとかだと、そんなに大電力を流せないけど通信速度は速いだとか、もしくは逆にモバイルバッテリーについているケーブルは電力はたくさん流せるけど通信速度はそれほどでもないみたいなことがあってですね、それを入れ替えて使っちゃうと、 SSD だとスピードが遅い、バッテリーの方だと大電力を流せないみたいな入れ違いが起きちゃうとですね、スペックをフルに発揮できないっていうケースがあるんですね。ここでポイントになるのは、USB-C の電力と通信の規格って基本的に互換性があるんですよ。すごく電力をたくさん流せるケーブルは、より弱い電力の規格を大体フォローしてるんですね。より高速で通信できるケーブルだと、それより低い通信速度の規格も大体フォローしてるんですよ。つまりですね、一番強い電力を流せて一番速い通信ができるケーブル、まあ、つまりハイエンド系 USB ケーブルを一つ持っておくと、どんなガジェットを適当につないでもそのスペックをフルに引き出すことができるんですね。というわけで、ここからは具体的なケーブルの話に行きますよ。と言ってもね、もう今言った通り、一番強い電力と一番速い転送速のケーブルをお伝えしますね。もうこれが答えです。ケーブルマターのサンダーボルト5ケーブルですね。サンダーボルト5は今年商品化されたばっかりのピカピカの規格で、通信速度は秒間 80Gbps で、電力は 240W、 今ある規格の最大値になってますね。もうこれ買っとけばね、どんなケーブル、どんなデバイスを使ってもそのスペックを間違いなくフルに引き出せます。で、これが今 Amazon でセールにかかってるんですよ。30センチのケーブルなんですけれども、その30センチのケーブルが3499円が2799円に、まあまあ3500円が2800円になってるんですね。一番強いケーブルくれっていうんだったら、これがベストです。ただまあ言うて30センチのケーブルちょっと短いなと思うんですよね。で、そういう場合はもうちょっと長いケーブルがあります。で、1メーターの同じサンダーボルト5ケーブルもケーブルマターから出てて、そちらは4399円、こっちはねセールにかかってないんですけれども、まあでもね4000ちょっとで最強のケーブルが買えます。言うて1メートルまだちょっと短いじゃん、2メートルぐらいあった方が頼れるじゃんっていうの人もいると思います。僕なんかもその口で、この2メートルぐらいあるとね、床にあるコンセントからテーブルの上にある PC まで電力引っ張ったりできるんで、やっぱり2メートルぐらいあった方がいいなっていう気持ちも分かりますよ。で、2メートルぐらい欲しいんだったら、ベルキンの USB4 ケーブルにいいのがあります。これもね、Amazon の今セールにかかっていて、2800円の価格で2メートルで 240W で、通信速度はちょっと落ちて 20Gbps、まあでもね、言うて 20Gbps あれば大体の転送速度困んないんで、で、これはかなり使い勝手のいいケーブルです。
もう一声安いのが欲しいというんでしたら、やっぱりベルギンが出ている USB4 ケーブルがあります。 100W と通信速度はさっきの20よりも上がって 40Gbps、 実質サンダーボルト4ケーブルとかと同じクラスのケーブルですね。これが2443円、これもねセールにかかってちょっと安く手に入るんですよ。まあね、2本3本買うんだったらこのケーブルが一番バランスいいなとも思います。以上、ギズモード金本よりこのね強強 USB ケーブルのお話とそのおすすめ商品をご紹介しました。まあね、やっぱりおまけについてる適当なケーブル使ってるとね、ガジェットのスペックフルに発揮しづらいので、やっぱりこういう、ね、強いのケーブル持っておくと安心感がありますので、めちゃくちゃおすすめします。それじゃあ。